さあやっていきます。ソウルキャリバー実況の第4弾でございます。どうもアザラシです。今回はねこのアスタロスでクリアしていこうかなってことを考えております。クリアしていこうかなって思ってますと言いつけて早1時間、挑戦した数はもう10回ぐらいになりますかね。まだ一度も最終面どころか最終面一歩手前にすら行けてない。このさ、ひっくり返したとさ、どうせんだろうね。このまま落ちちゃえ。落ちんか。こんな気持ちよく当たるなんてね、序盤だけなんですよ、序盤だけ。こんな気持ちよく当たるなんて、ほんと序盤だけなんだ。野球のスライダー投げた後のフォークみたいな感じだったな。いや、よくわからん。ロック。よし、勝った。勝った。重い。いや、ほもほもしい。これは汚い絵面だな。使っていこう。どんどん使っていこう、この汚い絵面を。おお、切断の幹だな。汚い。いやあ、もう疲れた。セルバンテスなんか絶対勝てんぞ。正直奇跡起こらんと勝てんぞ。過去2回はセルバンテスの場外で勝ったからな、肝心なところで。勝った、これは勝った。こういう奇跡があればセルバンテスにも勝てる。この奇跡大事にしたい。寄らせんぞ、もうはっきり言って。いや、うまくかわすな。このまま時間切れを待ちたい。蹴りが遅すぎる。よし、当たんない。投げたいんだぞ。よし、勝ってる。来い来い。あんまりダメージはないんだな、あれ実は。あん投げるバカが、はあ、よかった、はあ、危なかった。相手がこうコンボ的なつながる技を出してたから、あれを挟み込めた。ぐるんと回すのを挟み込めた。ぐるんってやつ、これ冷えうせろを挟み込めた。これは本当に強力。アスタロスの技なんだから強い上に速い。
これだ。違う。うおー、うまいっていうか、うまいっていうか、いい位置にいたね。よかった。勝ち、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 勝ち。よし、うぃー上級者かよ。あんな、華麗な、華麗すぎる。おい、おい。こんなんだ、どうせ言うんじゃ、どうせ言うんじゃ、ほんまに。ここまでもう奇跡的な進みっぷり。シャンファー近寄らんぞ。ずっとアウトボクシングだ。鼻先一つ当たらない。よし、これでいける。うお、投げるのはちょっと想定外。自ら近寄るのはダメだね。うわ、よし。めっさ卑怯。こんな消化不良な戦い方あっていいんかな。よし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 。こっちも一生懸命なんだよ、一生懸命。せー、いや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 、危なかったよ。なんか相手弾こうとしてたしな。俺のもの。さあ、ナイトメア、あと3つ。どうする、ナイトメアに相手近寄ってみるか。早いからな、まず。おお、かわす、潰す。タレや、潰す。うまい、よし。うわっ、もうちょっと溜めとけよかったな。うわい、これで、よし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 、行くぞ、勝てるぞ。やりすぎなんだよ、コソコソやりすぎなんだよ。よーしよし、見えてきたぞ、最後マキシかい、ライバルマキシかい。落ちろ、あた、だから正直マキシは戦いやすいぞ、このアシタロスからすると相当戦いやすいやつだぞ。また出し出すとね、なかなかあの、かわせない男だから、このマキシさんは。ちょっと距離取ってこう、冷静に当てていけば、おそらく勝てるっていう。
すげえ楽、すげえ楽だった。よし、あともう1戦。よしよしよし、気合入れていくぞ。気合入れないでいこう、集中していこう、集中していこう。見えてきた見えてきた。インフェルノ、これで今夜が終わる。今夜終わらせることができる。あと少し、あと少し、集中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 だ。よし、バカめバカめバカめ3発。油断せずに行こう。リザードマンか、刺す。ダメ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 、リザードマンはダメ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 、リザードマンはダメ。リザードマンじゃないかも。この射程を、負けた。アストロスはすぐに wounded but the soul still burns。 ここで一回コンティニュー権を使わせてください。申し訳ない、ここでもう勝っ、あと2つで一勝。今度こそリザードマンだな。これはえ、勝った2発これ当てただけで勝った。勝ちました。ちょっとモヤっとするところあるけど、もうしょうがない。アスタロスはソウルエッジを手に魔人クンペトクの元に参じた。おお、アスタロス、よく戻った。ついに神を超える力が我が元に。ぐだ、何をする、話せ、やめるのだ。魂が足りない。グレンの豪華に包まれ、二人の姿は次第に曖昧になっていく。果たしてアストロスの真意は何か、今やそれを知る術はない。